えるだろう、あの空の七色、君と僕の距離を縮めてく架け橋となって、君が大好きさ、もし今会えるなら僕は真夜中でも雨。どうも皆様、いかがお過ごしでしょうか。今週もやってまいりました、毎週月曜日配信の ABTV ネットワークラジオ MC の相談でも何でもないです。ただ猫犬田さんの声がすごい好きです。聞いてるだけで安心します。それだけです。はい。ああ、参ったな。また告白されちゃったな。また男の子の敵増やしちゃったな。でもまあ、いっか、その分女の子の味方が増えたわけだからね。猫犬田さなひこです。さて、このラジオでは視聴者の皆様、特に女の子から寄せられたお悩みを私、猫犬田さなひこが女の子のために解決しちゃいます。それでは早速、今週のお悩みが女の子からのお悩みだと信じて紹介しましょう。猫犬田さんに質問です。クラスにすごく嫌いな人がいます。この人を許せる、または好きになるにはどうすればいいですか？はい。今回のこのお悩みはですね、非常に難しいです。なのでやりたいかどうかは別として、私自身が実践していることを教えます。私が実践していること、それは嫌いな人とは心を通わせないことです。まあ私も一人の人間、いや一匹の猫でございます。なので私にも少なからず本当に嫌いな人というのがいるんですよ。でそういう人とはそもそも感覚が合わないはずなんですよ。でなければものすごい嫌いにはならないですよね。なのでそういう人とはなるべく関わらない。だけど関わらなきゃいけない状況ってありますよね。例えば今回のお悩みの中にもあったように、同じクラスの人だとか、私も嫌でも関わらなければいけない状況というのはあります。そういう避けることのできない状況にあるときは、まさに心ここにあらずでいいと思いますね。私の目の前にいるのは腐ったジャガイモですね。腐ったジャガイモっていうのは焼いても煮ても揚げてもダメです。ただちゃんと心を通わせて相手のことを好きになることはできるかもしれません。ただそれをするには自分にものすごいストレスがかかることを覚悟した方がいいと思います。好きという感情は絶対にストレスにはならないけど、嫌いという感情、怒りの感情はものすごいストレスになりますからね。なので嫌いな人を好きになるよりかは、嫌いな人を嫌いでなくなるように考えを切り替えた方が早いんじゃないかな。これは難しいんですよね。いいか、嫌いな人を嫌でも好きになる努力をしなさい、なんて私は言えませんよ。だって自分がそれをやったことないのにね、そんな無責任なこと言えないですよね。なので人に迷惑をかけないのであれば、自分がストレスを感じない方法を取った方が私はいいと思います。無理してストレスの中に飛び込んでいく必要はないかな。自分だけのことを考えてもいいんじゃないですか。嫌いなものは嫌いだから関わらない。あ、そうだ、逆に好きな人をもっと好きになりたいという感情を大事にした方がいいよ。私はそうする。それでは今週はこの辺で See you next time。 君が大好きさ。